徳川義宗、徳川義宗は、江戸幕府第八代将軍。将軍就任以前は、越前国ク野の藩主、紀州藩第五代藩主を務めた。徳川五三矢の紀州藩、第二代藩主、徳川光貞の四、男として生まれる。初代将軍、徳川家康は曾祖父にあたる。父と二人の兄の死後、紀州藩主を次い犯罪生の再建に務め。 成果を挙げた。第七代将軍、徳川家継の死により、秀忠の血を引く徳川将軍家の男系男子が、途絶えると、六代将軍、家江の正室、天盈院の使命により、御三屋出身では、初の養子として、宗家を相続し、江戸幕府の第八代将軍に就任した。奇襲藩主時代の藩政を幕政に反映させ、 将軍家の部時代の聖徳の地を改める幕政改革を実施。幕府権力の再興に努め、増税と失素倹約による幕政改革、日田開発など公共政策、くじ方を定め書きの制定、市民の意見を取り入れるための目安箱の設置などの、教法の改革を実行した。徳川家茂に将軍の座を譲った後も、大御所として権力を維持し、財政に直結する。 米相場を中心に改革を続行していたことから、米将軍、八十八将軍と呼ばれた。この幕府改革で破綻しかけていた財政の復興などをしたことから、中高の祖と呼ばれる。年貢率を引き上げるなど農民を苦しめた上で、成り立った改革だったため、百姓一揆の頻発を招いた。また、庶民にも倹約を強いたため、景気は悪化し、文化は停滞した。 日付は、旧暦表示、状況元年、1684年10月21日、徳川も三夜の紀州藩二代藩主、徳川光貞の四、男として生まれる、時系は創生しているため三男と数えられることもある。母は、紀州徳川家の召使いで、小瀬六左衛門、力吉の娘、上演員、おゆりの方。和歌山城の多くの湯殿の番であった、おゆりの方は、 湯殿において、三つさの手がついたという伝説がある。幼年は、家老の下で育てられ、兄の次郎吉が病死した後はなお新之助と改めて、江戸の奇襲判定に移り住む。幼い頃は、手に負えないほどの暴れん坊だった。元六十年、1697年、14歳で、第五大将軍、徳川綱吉に、おまみし、越前国入軍三万国を賜り、 クズの藩主となる。また、これを機になお、松平頼久から頼方と改めた。父、三津と共に、綱吉に配越した兄たちに対し、来方は次の間に控えていたが、老中、大久保忠友の気配りにより、綱吉への配越がかなったものである。なお、クズの藩は、実際に若歌を和歌山から送って統治するだけで、来方は、和歌山城下に泊まっていたと言われている。 王永二年、千七百五年に、長兄、綱則、紀州藩第三代藩主が死去し、三兄、頼元が後を継ぐ。しかし同年のうちに、父、三貞、やがて、頼元までが、半年のうちに病死したため、二十二歳で、紀州徳川家を相続し、第五代藩主に就任する。藩主に就任する際、将軍、綱吉から返記を授かり、徳川吉宗と改名する。 法令三年1706年に二品新王、伏見宮貞行新王の娘、佐野宮道子女王を連中、聖室に迎えているが、法令七年1710年に死別した。法令七年1710年四月に、奇襲入りした吉宗は、反省改革に着手する。反省機構を簡素化し、失素剣約を徹底して、財政再建を図る。 自らも、木綿の服を着て率先した。二人の兄と父の葬儀費用や幕府から借用していた十万両の返済、家中への作上金の負荷、藩札の提示、藩内各地で甚大な被害を発生させていた、災害、1707年放映審の復旧費などで悪化していた、犯罪性の再建に手腕を発揮する。また、和歌山城大手門前に訴訟箱を設置して、 直接蘇我を募り、文部の奨励や高校への奉承など、風紀改革にも努めている。紀州藩主時代には、女中との間に、長男、長福丸、後の徳川家重、次男、小次郎、後の田安宗武,武が生まれている。紀州藩主としての治世は10年6ヶ月であり、この間の江戸散府4回、紀州帰国3回、紀州在国の通算は2年4ヶ月であった。 共放元年、1716年に第7代将軍、徳川家継が8歳で創生し、徳川将軍家の血筋、徳川家康の三男、徳川秀忠の男系男子が絶えた後を受け、五三夜の中から家康との世代的な近さを理由に、五三夜筆頭の終わり家を抑えて、第8代将軍に就任した、と一般的には説明されている。実際には、 立林藩主で家継の叔父にあたる松平、清武という、秀忠の男系子孫が存在していた。しかし、立林藩では、重税のため一揆が頻発して統治が安定していなかった上、本人もひとたび家に養子に出た身であり、すでに高齢で男子がいなかった事情により、先行対象から外れていた。清武自身も、将軍職に対する野心はあまりなかったと言われている。 五三夜の中では、尾張家の当主、四代藩主、徳川義道とその子の五代藩主五郎太は、相次いで死去した。そのため、義道の異母帝嗣友が六代藩主となる。嗣友は皇室とも深いつながりのこの栄安を乗れと、婚約し、しかも真鍋秋房や新井白石らによって引き立てられて、おり、八代将軍の有力候補であった。しかし義宗は、 天衛院や家継の聖母、月光院など多くからも支持され、さらに藩幹部、藩白石の幕臣たちの支持も得て、八大将軍に就任した。吉宗は、将軍就任にあたって、紀州藩を廃藩とせず存続させた。過去の例では、五大将軍、徳川綱吉の立林藩、立林や、六大将軍、徳川家信の甲府藩、甲府家は、当主が、 将軍の警視として、江戸城に呼ばれると、廃藩、絶家にされ、甲府家の家臣は、幕臣となっている。しかし吉宗は、古三矢は、東昇神君、家康から配慮した聖地であるとして、いとこの徳川宗直に家督を譲ることで存続させた。その上で、紀州藩士の内から加納久道、有馬氏をさ村大六でない者を四十名余り選び、蕎麦役として従えただけで、 江戸城に入城した。この四十人余りは、吉宗のお気に入りを特に選抜したわけではなく、たまたまその日当番だった者をそのまま連れてきていると言う。こうした措置が、側近政治に反感を抱いていた不代、大名や旗本から好感を持って得られた。徳川吉宗政医大将軍の辞例、戦時、公営狂気、強法将軍戦議戦時、笹ぐ譲る。訓読文、同日。 内大臣に転任し、右この江大将を兼ね、現氏長者、純が小学良院別当、右馬司五官、儀社上車急中出入居が及び随身の各戦時を賜う。将軍に就任すると、第六大将軍、徳川家信の代からの川用人であった、真鍋昭房や新井白石を罷免したが、新たに小川御用取次という川用人に近い役職を設け、 事実上の側用人政治を継続した。吉宗は、奇襲藩主としての反省の経験を活かし、水野忠之を老中に任命して、財政再建を始める。条命法や、条米令による、幕府財政収入の安定化、新田開発の推進、足高の制の制定等の官僚制度改革、そしてその一環とも言える大岡忠助の登用。 また、訴訟の迅速化のため、公やけごと方を定め書きを、制定しての司法制度改革、江戸町引けしを設置しての家事対策、悪化した幕府財政の立て直しなどの改革を図り、江戸三大改革の一つである教法の改革を行った。また、大奥の整備、目安箱の設置による庶民の意見を政治へ反映、小石川養生所を設置しての医療政策、養書輸入の一部解禁、 後の乱学交流の一員となるといった改革も行う。またそれまでの文字政治の中で衰えていた武芸を強く奨励した。また、当時4千人いた大奥を1300人まで減員させた。一方で、年後を交民にする増税政策によって、農民の生活は急防し、百姓一揆の頻発を招いた。また、幕府だけでなく、庶民にまで倹約をしいたため、 経済や文化は停滞した。この当時、近松門左衛門の人形浄瑠璃の影響で、流行した真珠を抑制するために、真珠未遂で生き残った男女を、人通りの多い場所で晒し物にさせるといったことも行っている。延響2年、1745年9月25日、将軍職を、長男、家重に譲るが、家重は、 言語不明瞭で政務が取れるような状態ではなかったため自分が死去するまで大御所として実権を握り続けた。なお、病弱な家重より聡明な次男、宗竹や四男、宗忠を新将軍に押す動きもあったが、吉宗は宗竹と宗忠による将軍軽視争いを避けるため、あえて家重を選んだと言われている。ただし家重は、 言語障害はあったものの知能は正常であり、一説には将軍として政務を行える力量の持ち主であったとも言われる。あるいは将軍職を譲ってからも大御所として実権を握り続けるためには、祭事として対等している胸竹や胸忠より、愚鈍な家重家の方が扱いやすかったとも考えられるが、定説ではない。胸竹、胸忠は用紙には出さず、 部屋住みのような形で、江戸城内に遂めたまま別家に取り立て、田安や一橋や両京が創設された吉宗の死後に清水家が創設されて御三京となった。しかし、翌延京三年、1746年に中部を、患い、右半身麻痺と言語障害の後遺症が残った。小川御用取次であった小笠原政党によると、 朝鮮通信使が来日した時には、小笠原の震源で、江戸城に、だらだら橋というスロープ、大木付きのバリアフリーの階段を作って、通信使のゲートの一つである曲場を楽しんだという。また、小笠原と共に、吉宗もリハビリに励み、江戸城の西の丸から本丸まで歩けるほどに、回復した。将軍引退から6年が経った、寛永4年。 1751年6月20日に死去した。去年68万66歳没。死因は再発性脳卒中と言われている。徳川吉宗増大城大臣の辞令、戦時、金種後期、訓読文、加芸寺、東京都台東区上野桜木一丁目に葬られている。吉宗時代、将軍在職時、草の字、楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。